エートハイムを流れるコッハー川コッハー川はドイツを流れる川でネッカー川の右岸つまり東側から交流する全長 182km の支流である名前はケルト語起源でホトバシルを意味しているこの川はバーデンビュルテンベルク州のシュベービッシェアルプにある2つの水源から流出するウンデスシュトラーセ19沿いのオーバーコフヘンの南に位置する黒コッハーと ウンターコッハー編に位置する白コッハーである。実際には水源は三つあるのだが、もう一つの水源である赤コッハーは水量も少なくあまり取り上げられることはない。最も水量が多く、定量に水を供給しているのは黒コッハーである。黒コッハーはそのほとんどをアルブーフ地方の森の中を流れる。水量は毎秒50から400リットルの間である。 白コッハーは、ヘルツフェルト地方を流れる。ウンターコッハー付近で、両者は合流する。合流後、コッハー側は北に向かって、アーレン、シュベービッシュ、ハル、キュンツェルスアウト流れる。ついで西に方向を変えて、バート・フリードリッヒス・ハルまで流れ、標高143メートルの地点でネッカー側に、合流する。水源は、ジュラ紀後機の地層に位置する。 ヒュットリンゲンとアプスミュンとの間はコイパーである。ガイルドルーフでコッハー川はムシエルカルクの地層に達し、川口までこの地層を進む。インゲルフィンゲンとニーデルンハルの間だけは三畳期、前期の地層がわずかに除く。クライサスプレニアムアパシティフォーリアムシラービフォリアコッハー。川上流の谷間の大部分は森の中にある。最も多いのはヨーロッパブナの木である。 また森の中には、金卵族の赤い卵が生育する。森に達していない、若い木も見られる。森でないところは、工作地でなければ、ハイデと呼ばれる荒れ地である。こうした場所では、チャボアザミや、西洋オキナグサなどの植物が見られる。コッハー川渓谷の中では、油中のカーダモニーイニアフィローズが見られる。こうした人里から離れた決して広くない峡谷に、 生育しているこれらの植物は、バーデン・ビューテンベルク州ではここでだけ見られるものである。どちらの区域も保護区となっている。この他に珍しい植物では、バイモユリが見られる。なお、この植物の生息域は徐々に狭まってしまっている。コッハー側の流れに沿って、通常2種類のネコのメソウの仲間が生育している。クライサスプレニアム・アルターナフォーリアムと CH ・アパシティフォーリアムだが、 後者は、ここから、バーデンビューテンベルク州に広まった。シラービフォリアは、広い範囲に適応して存在する。コッハー渓谷は、シラービフォリアとミスミソウが、同時に生育する場所としては、バーデンビューテンベルク州最大の場所である。コッハー渓谷の中流域で特別に貴重な植物は、オーカスアスチャラタである。多くの部分が失われつつある。隣接する。 ヤクスト渓谷に比べ、コッハー渓谷の中華流域は、植物学上の個性に乏しい。これは一つには、キュンツェルスアウ以降は大規模なブドウ畑になっていること、さらには、ヤクスト渓谷に比べコッハー渓谷は曲がりくねっていないことに原因があると考えられる。とはいえ、現地アナクルーシアータやアフレスエイピーフィラの小規模な育成地を見ることができる。 水源近くの水質検査では、クラス I から V まであるうちのクラス2の評価を受けている。上流部では水質が保たれているのだが、工業地帯を流れ下るため、ところどころで水質は悪化する。ただし茶色く着色した水は、必ずしも水質が悪いことを意味するものではなく、デードを流しているために生じたものである。シュベービッシュ春を流れるコッハー川この川沿岸の 産業はいずれも小規模なものである。川幅が狭く、水深も浅いため、カヌーでのレジャーを除き、船舶での航行はできない。ありがとうございます。